ちょっとミスったなこれ早速ミスったわ十分の一発目からミスったわ 3倍した方が早くないその通りですねおっしゃる通りですあ、たろいもさん、猫の足あざすこれが数学の神なの まあまだまだちょっとお待ちくださいよ。そうそう慌てなさんな。あえて難しくするさる。そうか じゃあね、今夜もちょっとあの、えー、数学の神による、ちょっと数学のね、神解説を行っていきたいと思いますが、なだにき、な、なだにきなんかいるのかどっかに。あ、けいこさんこんばんは。夕飯食べました。僕、ちょっと夕飯は食ってないっすわ。ちょっと最近ね、あの、一日一食なんですよね、じ、実は。えっとね、じゃあ、はい。 今日はねあの今夜は中学1年生の数学方程式のちょっと、えー、べんお勉強をしていきたいと思います。これねまず何やったかっていうとこれね方程式解く時ってえっとねあのー、小数とか分数があると計算しにくいんよすごく。だからねまずこれ、えー、小数は分数に直す。ね。この1.5ってさ2分の3にこれ直ってるでしょ ね。で、これ直して、ね、この3と2の最小公倍数が、えー、っとね、3と2の最小公倍数が6だから、両辺6倍。これはね、やっていいんだからね。覚えてるこれ。イコール挟んだ両辺に同じ数かけて、でね、こうやって式を簡単にして、こうやって。で、あとは x は x 同士、で、数字は数字同士でまとめると、 13x イコールマイナス13よって x はマイナス1とね今度数2の領域多い,いよ3かけたら2行で終わるなるほどないいいい考え方ですねよしじゃあこれ次にこれいくかなもしね今小数を分数に直すあ例えばそうだねこの1.5とかってさどうやって直すかっていうと これも全く同じでさ、あのー、これ、10分の10ってやっていいよね。まあ、なんでかっていうとさ、10分の10って1じゃん。別に1.5を1.5にさえ、え一、ー、1かけても問題ないよね。つまり、この操作はやっていいと。ね。するとさ、1.5かける10って15っしょ。つまりこれって10分の15であると。ね。 でそしたらさ、これ、えー、分子分母って、5で割れるよね、5。3と2で、よって2分の3っていう風にやるのよ。そう、りょえー、分子分母を10倍すると、小数とかは直しやすいかな。どうよ、これ。真似していいよ。じゃ次ね、これ、中学1年生の、そう、そうやって考えるんですよ。ね、おーって思った方はぜひ、フォローお願いします。 ちょっとこれ5分後に答え合わせしようかな。真似していいよ。真似することを許します。はい。ねいあの、今日はね、中学1年生の数学、中学1年生の方程式のさ、あの、これ方程式さ、結構難しいじゃん。あの方程式ってさ、こういう、えーね、こういうやつ。方程式。あー、ちょっと中1の方程式、あんまり覚えてねえなとか、ね、 あーちょっと、真面目にやってなかったから復習しようかなって思う子は、もしよかったらね、今日ちょっとこの放送見ててくださいよ。はい。はい。ね。あれ、これどうやって求めんだっけってわかんなくなったら、ね、今から4分後、4分後に、えー、解説するから、恋の方程式、恋の方程式はね、まだね、見つかってないんですよ、実は。 SPI タイプあそうだね SPI にも出そうですね 8時14分おすごい8時14分ちょっと待ってごめん俺まだこれ答え分かってないで、ね。 うんんなるほどね。8時14と。8時14分ちゃうん。葵さんも8時14分と。カボチャさんも8時4分。本当かなぁ。本当に8時14分かなぁ。8時5分、うんふんふん。何分でしょうね。どうやって求めんだっけこれって。ね。彩やさんが8時5分、うんふんふん。あれどうやって求めんだっけってね。もしね。忘れ。 すみません、保存ありますかえっとね、ごめん、えっとね、ゆうさんね、YouTube には保存するかもしんない。うん。MD さん8時4分。うん、うん、うん。ね。これはね、一応中学1年生の、えー、数学なんだけど、あれどうやって求めんだっけって忘れちゃった子は、ぜひ、えー、ちょっとね、この後の解説を見てください。みつこさんも8時5分と。うん、8時14分でした。あー、8時5分派と8時14分派に、 分かれてますねどっちでしょうか YouTube 見させてあざーすス o u さんねあざーすぜひ YouTube もやってるんでもしよかったらチャンネル登録してくれカルロス・ゴーンさん8時14分とはいはいはいどうやって解くんだっけこれね海トさんが8時5分とふんふん あたあえー、赤サタナさんが8時14分と弟か間違えた8時14分るまるさんとブルガさんハルさんも8時14分 おはよう、おぺぺさんおはよう。りくさんも8時14分と。さあ、どっちが正解なんでしょうか。 時分およかったよかったもしよかったらね、えー、フォロー皆さんもしてくださいよしじゃあちょっと解説していくわこれはね8時14正解、まあ、正解ちょっとあとで置いとくかえー、っとねこれさまず数学ねこの方程式の問題とか解くときはうん、えー、とね何を、X、と置くかっていうのはすごく重要でね まずこれさ、今、兄が弟に追いついたのは、えー、何時何分かって言われてて、これね、弟がさ、まずね、まず弟が家を出てから経過した時間を X 分っておくのよ。これ別に、あの、解き方はね、いっぱいあるんだけど、まずこれはその、えっ、ー、と、一例ね。一例。これ、弟が家出てから経過した時間を X 分としたらさ、これ、 弟は何メートル進んだ弟は何メートル進んだと思う弟はさ、毎分50メートルなんでしょこれってつまりさ、弟は 50x、そう、その通りね、50x。弟はさ、50x メートル進んだと思わない なんでかっていうとさこれ毎分 50m ってさ1分間に 50m って意味じゃんつまり2分間だったら 100m っしょね3分間だったら、えー、150ねつまり x 分だったら 50x って言えるじゃんねじゃあ次にじゃあ兄兄は、えー、家を出てから何 m 進んだかっていうと 兄が移動した時間ってどうやって置けるかな兄が移動した時間例えばさ例えばさね弟が、えー、10分10分移動したってなったら兄貴はその、えー、9分後なんだから兄貴は1分でしょ1 0く9でねもしもしね兄貴あもし弟が15分 15分歩いていたんだったら、お兄ちゃんが、えー、歩いた時間っていうのは15-9で、6分でしょね。ってことはさ、じゃあ、X 分、ね、X 分移動したってことは、お兄ちゃんが移動した時間ってさ、X-9 分だって思わない ?X-9 分。でしょ?で、ってことはお兄ちゃんが移動した、 距離ってのは、X、x-9×80、80と。メートル。でしょね。で、これさ、えー、お兄ちゃんが弟に追いついたってことはさ、これ2人の移動距離が同じだって思わない ?2 人の移動距離が同じ。イコールっていうふうに。ね。 弟は 50x メートル。50x メートル移動した。で、お兄ちゃんは 80×x-9 メートル移動した。これが同じなわけよ。ね。意味わからん。ちょっと難しいかな、これな。で、これ計算すると、50x イコール 80x-720 と。 ね。で、これ整理すると、えぇ、ー、30x イコール、七百二十ね。計算すると、えぇ、ー、x イコール、ゼロでゲスト七十二割る三で、三二が六十二2二十四と。ね。x が二十四になった。ってことは、これさ、もともとなんだっけこの x ってなんだっけ弟が家を出てから経過した時間を x って置いたんでしょ ね。X って。ってことはさ、ね、えー、弟が家を出てから24分経った。ってことは、7時50分の24分後で追いついたのは、8時14分と。どうよ。チョコビさん、なるほど。これ、正解できた中学生はなかなかすごいよ。 受験受かったケイさんおめでとう。9たす、X たす9。お、X 引く9。りょうさんわかりやすい。ありがとう。あ、ここね。いい質問ですね。いい質問ありがとう。うんとね。じゃあ質問です。じゃあ質問ね。えっと、弟がさ、弟が家を出てから20分。弟がね、弟が家出てから20分歩いた。としたらさ、 お兄ちゃんって何分歩いた理解なんとなく理解した車好きの計算もなんとなく分かったいいお兄ちゃんはさ11そうワンスさんでしょ11分でしょそう11分でしょね29分じゃないんだよね実はねそう兄貴はさ弟が歩いてる間も9分間家で待ってたんよ ってことは、ね、兄貴、兄貴は、弟よりも9分短い時間歩いてるわけね。そう。もし、弟が21分移動したんだったら、兄貴は12分だし。ね。22分だったら、13分だし。ってことはよ。ってことは、X だったら、X、X-9 分歩いたっしょ。な。そうそう。いいんだよ。そういうふうにね、あの、 この X がこれなんだっけって分かんなくなったら、一回ね、あのー、えっとね、具体的な数字。じゃあ、1だったら、2だったら、3だったら、4だったら、じゃあ X だったらって考えると、わかりやすくなるかもしれない。ありがとうございます。素晴らしい。あ、p l e a s e follow me さんもありがとうね。嬉しいわ。あれ、p l e a s e follow me さん、前あるだよな、確か、あの、中学、あのーえー、中学受験の問題の時にいたよね。待って、違うやつするか じゃあこれこれもねはいじゃあもしねもしよかったらえもしね中学今日はね中学の3分にするか中学のえ中1数学のね応用問題方程式の応用問題やってるからねもし中1の復習したいなと思ったら ぜひフォローしてくださいねお願いします早いな4500さあ皆さん解けますかねあれこれどうやんだっけってなった子はねもしよかったら、えー、見ててくださいえー、っとちょっとこれ分かりづらいかなこれえー、っとね5分の3ねこれこれ5分の3でこっちは4分の1ね4分の1 方程式ね。そう、方程式。難しいよね。自分で式を作んないといけないからさ。 なんだこれわけわからんわけわからんのこれな。分水でたらもう終わりちょ,ちょっとわかるわ、でも。気持ちは。 うんこれ難しいねこれ溶けたこはなかなか。 なかなかだと思うわ。7億 <laughs> おもろいな。7億円持ってた ?7 億円な今んとこ1500円と4500円と7億円派に分かれてますね。あ、3000派もいますね。真面目に分からん。いいよ。じゃあちょっとね、30万、30万もいるな。い1円、一件 はい。じゃあ、そうだね。まず、その方程式解くときに、えっと、まあ、何を X とくかよね。これは、えっとさ、問題文で、初めに持ってたお金は何円かって言われてるからさ、初めに持ってたお金を X 円と置いたら、多分ね、解きやすいと思うよ。こいつを X 円とすると。 そしたらさ、例えばね、この X を用いて、ね、この X を用いて、この参考書の値段。ノートの値段。残りはもう分かってるよね。450円って。でさ、この3つを出して、それを全部足せばさ、X になると思わない ?X。X 円と。じゃあ、 じゃあ質問です。さあ、この X を用いて参考書の値段って何て置けるかな ?X 最初に持っていたお金の5分の3を使ったんでしょ参考書は。ね。X 参考書の値段は X の5分の3だって言ってんじゃんってことはさ、ここって5分の 3X 円って置けると思わない 5分の 3X 線。ね。次ね、このノートがちょっと難しいよね。5分の3、ワン、ワンスさん正解。ね。これさ、見て、残りの4分の1を使ってノートって言ってんじゃんこの5分、今、じゃあ問題です。えっと、参考書にさ、5分の 3X 線使ったと。そしたらさ、今、 ノートを買う前、この参考書を買った後は財布には何円残ってる ?X のうちのね、X のうちの5分の 3X を使ったんだからさ、今財布には5分の 2X 円残ってると思わない ?5 分の 2X 円。でしょだって、ね、5分の 3X と5分の2足したら X になるでしょね。つまり、 えー、参考書を買った後は、今、財布には五分の 2X 円あると。ね。五分の 2X 円。で、五分の 2X の四分の一を使ってノート買ったんでしょ。う五分の 2X の四分の一ってさ、こうあらせるよね。五分の2 x る四分の一って。つまり、これ2、二二で割って、10X と。十分の 1X がノートの値段。ね。と、 あとはさ、これ、5分の 3x 足す、10分の 1x 足す、450イコール x っていう式を作れば、解けそうだよね。プラス、10分の 1x、プラス、450イコール x っていう。どうなんで足すんどこのことやここか えっとな、なんで助かっつうとえっとなこの方程式の問題を解くときはえっとねこの何とかイコール何とかを作ると解きやすいんよ。ね。この何とかイコールな、そうそう初めに持ってたからそうそうねそうそうそう質問ありがとうね。でこれ計算するとんとね うん。なんで十分の一ここがな、オマールエビーさんな、えっと、最初にね、最初に X 円、最初に X 円持ってんじゃんね。で、えー、X 円の五分の三をまず使ったわけよ。参考書にね。X 円の五分の三を使ったと。ってことは今、えー 参考書を買った後。買った後は財布に残ってるのってさ、5分の 2X じゃん。5分の 2X やね。で、ここ読むとさ、残りの4分の1を使ってノートを買ったって言ってるから、この残った5分の 2X の4分の1。4分の 1X。で、ノートを買ったわけよ。で、これ計算すると、えー、この、約分するとね、10分の 1X と。はい。 1> 1, 円まあい,いえちょっとじゃあ計算してみるか計算してみるとうんとねちょっと丁寧に丁寧にやるかうんと。引1 0分の 6x マイナス10分の 1x イコール450と、えー、710分の3。 10分の 3x イコール450と。つまりこれ x は、えー、4 5 0る3分の10で、これけ約分すると150か。150だから1500。おう、1500っすね。7億円ではなかったと。はい。7億円で言っていた方惜しかったね。答えは1500円ね。 どうよあ、コッシーさんバランザースかける重した方が,方が早い。かける重した方が早い。確かにそうかもな。確かに確かに。ここね。なんでやねん。どこがなんでやねんや十分の一 X ということ。十分の一 X。十分の一 X、ここか。あ、ここね、ごめん。これはね。 これです。こいつです。こいつ。ちょっとごめん。こっからここをちょっとね、省略しちゃったんだけど。10分の10は、10分、とね、10分の10はね、こいつです。こいつ。こいつがこれになってます。10分の10。ね。で、この10分の6は、この5分の3を、 ね、えー、10で通分した。10で通分。通分した。で、まあ、10分の1はこのままね、これ。両辺に10かける。確かにな。どう理解できたノブさんすごい。素晴らしい。ちょっとむずいな、でも、これな。10分の 1? 1> 1 10分の1はな、こいつや、こいつ。理解できましたとかあって語った。すごい。なんでプラスからマイナスいい質問ですね。ありがとうございます。ちょっとな、待てよ。すごい、わかった。ポポユーさん、すごい。一回移行した式。確かにね、ちょっと待って、わかった。じゃあ、うんと、ごめん、ちょっとね、これ、ここをね、省略、省略しすぎたから、一回ここを丁寧に、丁寧に書くと、えっとね、 うんとうんとねまずさじゃあこの x を左辺に移行してこの450を右辺に移行するとこうこっち側かこうなるじゃん。 オッケー、今ね、今、ここを、こう変形したと。ね。ここを、こう変形したと。な。右辺の X を左辺に。で、左辺の450を右辺に、あうんうん、右辺に移行すると、ほら、えー、プラスマイナス変わんじゃんね。で、次にさ、この X、 がついてる、このね、こっちを計算したいから、えっ、ー、と、分数だからさ、えー、えー、通分するよね、まず。通分。通分すると、まあ、分母、10で合わせるとさ、5分の3は5分の6になって。10分の1はまんま。で、1は10分の10ね。で、右辺はそのまんま。でしょ で、これ計算すると6、6たす1引く10だから、マイナス10分の3になるっしょ。で、マイナス450と。な。あとはほら見て、ここと同じ、全く。全く同じ。ね、両辺をマイナス1倍すれば、これになるから。どうよ。どう どうかねオッケーノブクス、ノブさんオッケー理解できたお、すごい。ネクストマイナスかける。そう、マイナスかけるね。そうそうそう。じゃあ、どうしようかな。次何やろうかな。じゃあ、これか。そんなことせずに分母払って。うんうん。確かにね。はい。ま、難しいよね。 じゃ、次これ。グッピーさんなんだってなんで10分の 1? どこの話やこれの話かうん。オッケーじゃあごめん。次行くわ。次。次が、じゃあこれはちょっと難しいから4分後に。ねえ、そう。今夜は、えー、中学1年生の えっとね、中学1年生の、えー、数学、方程式のちょっと応用の復習してるから、ちょっとあれ、方程式どうやってやるんだっけって忘れちゃった子は、ちょっとぜひ見ててください。なんでノートが1分の 1? なんでノートが1分の1か、うん。ここちょっと難しかったよね、ちょっと。 もう多分まあ2年生とか3年生はあの新学年に進級した時のなんだ、えー、模擬試験とかに多分ね出題されるからねこれは5分の3残り使ったパーセントわからんパーセントやっぱね苦手な子多いよねもしねそうあれパーセントどうやんだっけ っていう子は、もしね、もしいたら、ぜひ見ててください。で、もしね、あ、わかったっていう,いう子は、えー、ぜひフォローお願いします。のぶさん、124人。さあ、どうでしょうね。パーセント無理パーセントってさ、やっぱね、むずいよね。ほんとに。問題文で自作。いや、自作じゃないです。これは。 で SM ああカッ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 てお割れてますね184人と112人ちょっと実はね僕もまだ答え見てないんで一緒に計算しながら見ていきましょうか84人連立でボーンでドン なんやねんこれなんやねんこれって感じだよな。大丈夫なんやねんこれって思ってる子もね、ちょっとこの後僕の神解説を聞いたら、なるほどって思うから、安心して。八景九さんもう忘れたゆうがぬんさん、84人。21人ですね。あれプリーズフォローミーさん、さっき84って言ってなかったカフェトさん、84。なんか21と84と分かれてるね。39より少なくなる。 全体に当たる合計に39より多くなる確かに <laughs> 確かに皆さんこれ検定に合格した男子の生徒数だよこれ検定に合格した男子の生徒数確かにねペーペーさんの言いとりだねこういう問題学生の時嫌ほど なやったああええー、じゃあ頑張ったんだな21じゃあ21やべえ21だなるほどね3万2000またすさっきのなんだっけさっきの7億円といい3万2000人といいすごい人がいるな 16? はいはいはいじゃあ これはね、えっと、これはね、そう、まず、まずね、えー、っと、えー、どんな問題でもさ、その、何を X とおくか。今これさ、問題でさ、検定試験に合格した男子の生徒数は何人かって言われてんじゃんで、これね、あの、えー、 検定に合格した男子の人数を X 人って置いちゃうと、ちょっとね、計算がめんどくさいんよ。この辺は慣れなんだけど、えっとね、男子の人数をここ X って置くとうまくいく。男子の人数を X 人とする。じゃあ質問です。その時、 女子の人数って何人って表せる今この中学校1年生の男子男子が x 人いるとすると y 使って y 使っていいけどうんとねえー、っとこれ一応ね中1だから y は使わないでやってみようかね y は使わないパターン使わなかったら麦茶さん正解麦茶さん正解ですね百174引く x 人と 表せるよね。ここまで OK? そう、皆さん正解ね。ここまで OK? でしょだって全員で174人いるんだから、男子が X 人だったら女子はそこから X 人引けばね、女子の人数になるでしょ。あとは見てこれ、男子の25%。男子の25%って、これ X、X 使って、 使うとどうやって表せるかな x る1 0 0分の25って表せると思わない ?4 分の1素晴らしい。そうね、0.25。ね、そういうこと。例えばさ、例えば、えー、っと、じゃあ、えー、っとね、どうしようかな。300人。嘘。100人か。 100人の25%って何人よ ?25 人でしょ ?200 人の25%って何人よこれってどうやって計算してるかっていうと、100、100分の25倍すればいいんでしょね。100分の、100分の25倍。まあ、もしくは、あの、えー、0.25倍とか、ね。 で、これが、え、これがね、あの、何を表してるかっていうと、合格した男子の人数よ。合格した男子の人数。合格した男子の人数は、x ×ける百分の25であると。で、同じように考えると、じゃあ合格した女子の人数は、 女子の人数に100分の20倍したものがね、これが女子の人数っしょ。合格した女子の人数っしょ。ね、これを足したものが39人つってるから、あとはこの式解けば終わりと。 どうよ。ここまでどうよ。だからそうだね、この25%とか、その表し方がちょっと難しいよね。25%とか、高校数学より難しい。なんで100になる百えっとね、うーんとね、y 使ったら、ちょっと待って、y 使うのまたあとでやろうか。 うーんとね。うん。えー、っとな。じゃあさ、例えば、例えば、例えばよ。50円の20%ってどうやって計算するどうやって計算してる ?50 円の20%ってみんなどうやって計算してる 五十円の二十パーセント。一五十かける二十。パーセント百がマックス。そうだよ、そういうこと、そういうこと。五十かける零点二。まあ、これって、まあ、答えは十円じゃん、十円。どうやって十円にしてる、みんな計算して。まず、あ、まあ。五十かける零点二とか。ね。 かける0.2とか、50かける100分の20でしょ。ね。このどっちかでしょ。ね。つまり、そう、えー、パーセント。50円の20%はこうやって計算するんだから、ね。計算するんだから、X の25%ってさ、こうなると思わない何時まで今日はね、どうしよう。 あと1、人問やって終わりにしようかな。多分、10時ちょいすぎとか。となりますね。犬わしジャパンさんなるっしょ。なるよな。えー、ピングポングさん、174匹 X。これはね、えー、っと、男子の人数をさ、X 人。じゃあ、質問ね。えっと、男子が10人いたらさ、女子って164人だと思わない 男子が20人、えー、20人いたら女子って154人だと思わない。ね。じゃあ同じように考えると、X 人だったらこう表せるでしょ。な。どうここ、これ OK? 男子、合格した男子のピンクポンク、あ、はい。どうどうよ 200人は25%。なんだと思うよ、ここ。これ50人ね。どうよ。まあちょっとね、あの、このまま計算しちゃうと、えー、両辺。これは両辺、えー、っと。両辺100倍すると、えー、25x。プラス、 20×174×20x コール3900とあとはねあとはこれを解けばいいからね2 5く2 0で 5x これこれがちょっと難しいよね170間違えるとしたらここだわ42が8721421が23 つまり、え千、ー、3480と。で、3900から3480引けばいいから、420か。420。で、X イコール420割る、ここで8544と。84。ね、で、ここで終わりにしないで、 ね、そう、えー、っと、これが、この学年の男子の人数だから、男子の人数だから、今問題が来てるのは合格したのは何人かだからね。最後この84人を、84人の25%。つまり答えは、 で、えー、21人とこれの答えねどうよどうよ分かった方程式の文章でどのくやっとけばいやーいい質問だねほんとねね本ほんとにどのくらいだろうね人によるけど いや、それはね、あれだね、あの、たくさんやって、あの、やっぱね、それは自分で感覚見つけるじゃないっつうか、そうあの、たくさんやって、あ、このくらいやったら自分はわかるんだなってのが、わかるから。あの、いっぱいやると、わかるから、ほんとに。それをやっぱ見つけるところは自分でやった方が絶対にいいよ。スクショしても、いいっすよ、もちろん。 えー、ワンスクショ、えー、300円ですので。はい。じあ、G キ切れっていうめっちゃ嬉しい、ありがとう。中3の問題ももさん、やってますよ、ももさん。僕、僕ねこ、この配信毎晩やってるんで、ね、今日はね、偶然、えー、っと、えー、中1だけど、今度中3の範囲もやるから、ね、もしよかったら、え、フォローしてください。あ、レインさん、バラーザース。 全く分かんなかなったごめんどの辺がちょっと分かんなかった高校の問題お高校の問題もやってるよいつもはい方程式楽しい楽しいよな20が2つあここここね違う今日だけで1200円あはいしっかり お支払いをお願いいたします。もし合格した男でやるとどうなるか。ああ、いい、いい質問だね。えっと、いい質問ですね。茶碗さん。ちょっとじゃあそれでやってみるか一回。いいね。合格した男でちょっとやってみるか。じゃあ。えっと。 合格した男でやると、どうなるんだんーとな。X とおくと、うんうんうん。25%だから、ちょっとでもそれ難しいんだけど、んーとね、作る式はさ、こうなるでしょ、えー。合格した、合格した人数、 合格した男の人数を、x、人とすると受かった女子女子はさ3 9く x と分けるじゃんねっちょっと待ってなでしょでそうするとさうんとだから この25%とか20%を使って、この合格した人数から実際の生徒数を出すんよ。ね。で、実際の生徒数足す実際の生徒数は174っていう式を作ればいいと。だから、えー、っと、そうだな。25%が受かったってことは、 25分の100か25分た数こういう式作れるでしょな一応 Y を使って。 今日も数学…あ、チーバさんこんばんは。で、これ解くと21になるから。うん。じゃあごめん、ちょっと、これ終わって、一応次行きますわ。次行くわ。じゃあ今日、今日ね、えー、これやって終わりにする最後。ごめん、ちょっとね、次行っていいなんで分析逆になったこれはな、えー、っとね、25%。<laughs> えーっとね、 な、25%。あ、この20は、この20%の20ね。20%の20。よくない。よくないな。だな、よくないな。うーんとな。うん。20X がわかんない。20X ってこっちの 20X? これはな。ナレリアさん、わかった。めっちゃ嬉しい。 まあまあでもね、あの、そうそう、あの、ごめん、ちょっとごめん、これは、あの、省略するけど、別にね、何を X 置いてもいいんだよ、別に、本当に。本当に、何 X 置いてもうまくいくのが、この数学の面白いところなんよ、本当に。ちゃんと、ちゃんとね、その X と置いたもので、えー、論理的に合ってる式が作れれば、うまくいくから、ね、そこがね、本当、おもろいところなんよ。 この20は、この20を分配した20や。プラス20の方プラス20ってどこだプラス 20? どっかにあるかプラス20なんて。あ、これあ、これもそうよ、これもそう。これもこの20を分配したやつよ。 確かにね、これちょっと見ていくと、えっとね、25%ってことはさ、な、えっと、元々いた人の、元々の、ここ元々の25%ってさ、これつまり、元々の4分の1って意味じゃん。わかるこれ、これさ、25%って4分の1って意味じゃんでしょ でしょこれ。元々の4分の1が X 人なわけよ。な。元々の4分の1が X ってことはさ、こいつを4倍すれば元の数になると思わないね。どう今合格した男子の人数を X とすると、こいつを4倍すれば、 元の人数になるよね。なるっしょうね。ってことよ。ってこと。はい。じゃあごめん。次、次行くわ。目黒さん、どっか塾。ちょっとそれは、秘密でお願いします。ちょっと今、今と秘密ね。はい。すみません。はい。じゃあちょっと今日はね、最後にこれやりますわ。目黒は僕です。 今日はちょっとこれだけやって終わりにし,終わりにしますわはい溶けますかこれ今日はね中学1年生のユウナっていやいやあのユウナとは言われてないですあの <laughs> いやユウナ,ナとは言われてないですけどちょっとねあのなんだ逆に僕がみんなに言ってないっていうか秘密でやってるんではい でもそう、ちょっとね、今、あの、独立したいっていうか、自分で、自分でちょっと、やりたいっすね。自分で、まあ、それ、独立っていうのかな。独立っていうか、独立してなんか自分でやりたいっすね、今。一日一食いつ一日一食は昼、昼ですね、最近、お昼。もうね、 tiktok 始めてからだから、半年ぐらい一日一食だわ、今んとこ。あ、フィンガーハートあざース嬉しい。嬉しい。既婚者、既婚者じゃないです。あの、独身なんで、あの、えぇ、ー、募集中です。いろいろ募集中です。谷、弁護士さん、あ、僕はあれですよ。僕はね、実は大学はね、あの、早稲田っていうね、いいところを。 出てますんでだから風邪ひく確かにななんだこの問題ね図形が僕苦手なナリレヤさんやりますよもうナリレヤさん今日の方程式を理解できたナリレヤさんなんだったら図形も理解できるからはいぜひフォローお願いしますマイナス2 マイナスにマジっすか聞いてよかった親の気持ちあざわす数学楽しいあっ8 9さんあざわす図形の時コンパス動く <laughs> その質問可愛いなめっちゃおもろいなその質問 <laughs> 図形の時コンパス動く私は一色死んじゃういやでもなんかね慣れましたね一色 なんかあれなんですよ、ちょっとね、僕あの、し、仕事柄というか、あの、そのね、なんか、仕事終わるのが、まああのなんだ、今はィックトックやってるから、11時とかなんですよ、終わるの。で、家帰ると、えー、0時とかなんですよで。そこから飯食ってたら、めっちゃ太ったんですね、一回。で、 僕ね、あの、こないだ、ちょっと、ごめん、ちょっと、あの、全然、あの、関係ない話していいですかちょっと、あの、僕、あの、僕今、あの、えー、30代なんですけど、20後半の時は、体重、68キロとかだったのね。67、8キロ。で、一回90キロまで上がって、その、夜の、夜に、飯を食うっていう生活してたら。で、あのー、 半年、半年、一日一食にしたら、また、この前ね、体重測ったら、6 8キロに戻ってて、だから、あの、20代、20代の体重にまた戻りましたっていう。はい。じゃあ、すいません、いきます。これはね、どういう問題かっつうと、はい、これね、あ、ちょっとこれ、書き方ミスったかな。2x-3。 これね、30代すぐ太る。いや、そうなんですよ。ちょっと聞いて、ちょっと、ちょっとだけまた喋っていいですか僕ね、あのー、本当に、高校まで、あのー、ガリッガリで、マジで本当、食っても食っても太んなかったんですよ、本当に。本当にあの、太り方知りてえわってちょっと言ってたんですよ。でもね、本当に,30に、30代、三十代になってから、もう人生で一番太って、うるせえごめん。えっとね、 そう,そうね、で,でねそうあの、めっちゃ太ったっていう話よ。あの、そうそうそう。だからね、あの今10代、20代,20代であの、いや、太んねえわって言ってても、あの、絶対太っちゃう時期が来るから、まあ気をつけなっていう話。はい。<laughs> すいません、いきます。でね、これ、これね、えー、っと、まずこのさ、貝。 解が何なのかっつうと解っていうのはつまりこの x の値のことよ。ね。じゃあまずこっちをまずこの x について解いてみるとまずさこうなってね。4x は左辺にでマイナス3は右辺に移行してこうなるじゃん。でこれ計算するとえマイナス8か。 マイナス8とで、まあ、両辺マイナス2で割ると x=4 ってなるよね。ね。でこれこれがこいつがね待ってごめんこっちこっちの方程式の解この解がこの解よりも1小さいって言ってるわけよ。こっ こっちの方程式の解がこっちの方程式の解よりも4よりも1小さいつまり3であるとつまりの解は3であると そう素晴らしい正解ねだからあとはさこの3をここに代入すれば終了って話今これ聞いてるのは、a、の値でしょ今この a の値を求めるにはこの x に3代入すればいいからやってみると 5×3+4a=1×a×3 でしょ で、これ、簡単にすると、15プラス 4a イコール1引く 3a と。で、これもまた計算すると、4a たす 3a イコール1引く15と。ね、このマイナス3は左辺に、15は右辺に移行すると、こうなって、よって、a は、 マイナス2であると。どうよ正解したはい。正解できた方は素晴らしい。これをね、例えば中学2年生。中学2年生でこれが解けるんだったら、中1の時はもうしっかり勉強してたなってわかる。正解したチャンさんすごい。らさん代入なんて頭のどこにもなかった。 だな、ちょっと難しいよな。よかった中2でこれ分かった子いる中3、中3もそうだね。中3も、ちょっとここはね、中1の範囲だからしっかり復習しておきたいよね。もしやるんだったら。ロさん数学嫌いだったんで嬉しい。あ、本当に難しい。大丈夫。数学がね、好きになる方法教えてあげよっか。それはね、 僕をフォローすることです。なんでやねん、答えは3じゃない。これね、答えはね、これ問題はさ、A の値を聞いてるから、ね。だから、この3っていうのはね、この3っていうのは、えっとね、解っていうのは、ま、あ X のことよ。解っていうのは X のこと。そう。 この3っていうのは、こっちの方程式。この、こっち。この方程式の解であって、A の値とは違うんよね。言ってる意味わかるフォローしてる方はまあ好きにならない。あ、そうなのあれ、麦茶さんはあれだっけあの、リカが好きなんだっけリカ。あ、そういうこと。そういうこと。くもパンさん全問正解。う、えーすげえ。新位大生ディパーチャンさんね。これ多い問題、お読む題 これは応用でしょう。ね。3を代入。そういうことよ。今回の問題は愚直に。そういうことっすね。そういうことやな。はい。じゃあ、ちょっと今日はこの辺で終わりにしようかな。もし、わからんことが多すぎ、確かにな。本当分わかんねえとな。その先全部わかんないからね。 えっと、じゃあ、5x は5る3そうそう、そういうことよ。うん。ここに、ここに3が入るってことね。濃度の方程式。茶碗さんね、本当は実は今日は、今日これを用意してたんですけど、これはまた、明日以降やりますわ。S さん、なんで 3? なんで3かっつーと、 このさ、2x-3 イコール 4x-11 の、この方程式の解が4なわけよ。4。4。な。で、今問題文に、こっちの方程式の解は、こ、この、こ、これね。この x イコール4よりも1小さいって書いてあるから、つまり4-1で3と。そういうこと。けいこさん、はい、あざわざおやすみなさい。 今日久しぶりにライブいやいや毎日やってますよ僕毎日やってますよゆずさんありがとうぜひま,またお待ちしてますはいダウンロードたうんでも多分これ多分ね著作権的に無理かなはいじゃあ皆さんまた明日から頑張りましょう 明日はライブ。えっとね、平日、えぇ、ー、月からどうまでは10時からやってます。辛抱強くてね、お、おそおす。通知、通知はね、あれなんよあの、えっとさ、僕の TikTok のさ、あの、僕のじゃなくて、あの、自分のさ、TikTok のプロフィールページ、画面のさ、あの、フォロー欄、フォロー欄開くとさ、そのフォローしてる人の右側に、 なんかベルみたいなのあるのよ。そこを設定するとなる。朝の10時。いや、夜の10時です。あ、コーシーさん、えー、ギフトあざす。じゃあ、皆さん失礼しまーす。おやすみー。またねー。あ、ま、明した。失礼しまーす。バイバーイ。また明日ねー。失礼しまーす。